今日、試合後ですね、最終戦セレモニーと、まあ、引退セレモニーという形で、ありますけれども、皆さん協力お願いします。それとですね、ノマトレーナーが、今年の12月をもって、定年退社ということとなります。ノマさんはもう、オリックスに入ってから42年間、本当スタッフのレジェンドとして、勤務していただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。42年間ありがとうございました。42年間ね、まあ、ちょっとうまくできないこともあったんですけど、まあ、球団の働きやすい環境で、あと、まあ、僕らのトレーナーの仲間、それから監督、コーチ、選手、スタッフのいい人ばっかりみたいなのが来たので、まあ、なんとか気持ちよく仕事させて、まあ、感謝します。あと一番思い出があるのが、まあ、リーグ優勝と、まあ、日本一を目の前に。で、ドアリーに参加させていただきました。特に今思い出があるのが、阪神大震災の時にした優勝と、あとは、まあ、日本シリーズ出て、ヤクルトに2回負けて、で3回目にヤクルトに神宮で勝ったという、それが一番、まあ、思い出です。で、あとは、まあ、今年、まあ、こんなチーム状態なんですけど、皆さん、ポテンシャル高いし、いい選手ばっかりなので、普通通りやったら、来年優勝はできると。それで僕も12月いっぱいまで、12月まで行けますので、まだよろしくお願いします。なんかプリントしてる方42年でこれなこれはい、じゃあ沼さんこちらで、はい、はい、いいお顔で、はい、ありがとうございます。沼さん、どんなトレーナーでした？いやー、ほんまレジェンドです。42年ってすごいですね。すごいね。 T さんの倍以上です。まあ本当なんやろ、トレーナーのトレーナーの中でも一番年上やったけど、本当に気さくな人で、しょうもないことばっかり言ってます。この辺前ですか？T さんがいらっしゃるわけで、足立さんと小田と T さんで、うん、ぜひできるだけコンパクトになって、それでは皆さん、いいお顔で笑顔で沼先生を見送ってください。お願いします。いい感じです。もうちょっといいお顔で、はい、ではそのまま先生だけちょっと手前の方に来ていただきます。この辺りまで。どの辺ですか？この辺ずっと手前で。えらい前です。そうなんです。これ、はい、ちょっと。野間先生が主役なんで。そうですね。これはい、ちょっといただいて。じゃあ後ろの皆さんもいいお顔で、はい。はい、お願いします。行きます。いいですね。その調子でいいお顔で。まだもうちょっと笑顔でいきましょう。はい、そう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 。ありがとうございます。ありがとうございます。42年間お疲れ様でした。ありがとうございます。サプライズプレゼントでちょっといいですか？後ろ向いてもらっても、はい、後ろですか？サイン入りのユニフォームいただきましたけど、振り返っていただいて、はい、いかがですか？いや、今の気持ちは。これ家宝にします。もう本当舞島からもドッキリサプライズばっかりでも、本当始球式も、いや、もうドッキリですもん。幸せな42年間でした。ほんまですね。まあ、いい人に恵まれたですね。なんか後輩たちに
なんか言葉とかあれば。そうですね、後輩たちに、まあ、みんな、ね、あの優秀な人ばっかりなので、まああのまあ、みんな周りに気配りをしながらやっていてくれたらいいと思いますね。ありがとうございます、はい、今年、T 岡田選手、長大地選手、はいはい、東投手、はいはい、小田選手4名、はい、現役引退されますけど、はい、4人に何かお言葉いただいてもいいですか。まあ、足立に関してはね、あの難病を抱え込みながら潰瘍性大腸炎、ね、よく頑張ってくれたと思いますよね。で T さんはもうつい最近までもあの分かってより早くウェイトルームに来てあのトレーニングをして準備してで練習にこう参加しましたね。で小田に関しては、まあ、脇役的な存在ではありますけどあのチームに貢献していたと思いますね。で比嘉投手これ一番大事なんですけどね、まあ、比嘉投手もねあの年までもう一生懸命自分でトレーニングしてで、まあ、頑張っていただいたですね。みんなまあレジェンドですね。チーム支えてくれましたね、はい、野間さんもチーム42年間支えてくれてありがとうございました。いやいやもう支えられたとこ大きいですちょっとゆっくり休んで、はい、また来シーズン試合見に来てください、はい。まあ、あの12月までまだ働きますので。ありがとうございます。藤田さんと上岡さんとまた試合見に来てください、ね、あそうですね、松本昌司さんと、はいはい、4人で、はいはい、お疲れ様でした。ありがとうございました。